はい、皆さんこんにちは。星のシリーズ、今回はですね、シリウスに行きたいと思います。皆さん、シリウスです。ではまずシリウスの解説からいきたいと思います。シリウスはですね、大犬座アルファ星、大犬座で最も明るい恒星で、全天21の一等星のうちの一つです。だからとっても明るいということですね。で、太陽を除けば地球上から見える最も明るい恒星です。すごいですね。シリウスはギリシャ語で光り輝くものという意味があります。それだけ光り輝いて見えるということですね。シリウスは冬至の深夜に真北から西に20度の傾きの位置に輝きます。これをシリウス正方位と言います。神殿や神社仏閣の中には冬至の夜に位置するシリウス正方位に基づいて献上されているものがあるんです。例えば日本で言えば法隆寺、四天王寺、前方後円墳、世界で言えばバビロンの神殿、ティワティワ館の神殿、ギザのピラミッドも正方位で建てられております。古代の都市もその中心となる神殿から正方位に向いて伸びる大通りを中心に建造しております。これら建造物って全部シリウスに関係があったんですね。バビロニア、ローマ、メソポタミア、ペルシャの都市、中国の西安、洛陽などがこれに該当します。また日本では奈良の都を聖徳太子がシリウスを中心に設計しました。なんと奈良の都っていうのは聖徳太子が建てて、それがシリウスを中心にした設計だったっていうことだったんですよ。理由はですね、昔はシリウス信仰が中心だったんです。それでは次第に太陽信仰へとシフトしていったんです。で、現代ではですね、太陽信仰が主流なんですけども、シリウス信仰も絶えたわけではなく、裏では連綿と継承されているわけです。まあその一つがですね、あえて言いますと秘密結社という形でですね、形成されておりまして、まあ具体例を挙げれば、皆さん聞いたことありますかね、イリミナティとかですね。イリミナティはラテン語で光に照らされたもの、その光とはシリウスの光のことなんですよ。で、古代ではですね、シリウスは太陽の後ろの太陽と呼ばれていまして、シリウスと太陽の関係はシリウスが父、太陽は子、シリウスと太陽は親子関係だったんですね。シリウスの働きは復興、復活、修復、蘇り、再び人類がシリウス信仰に目覚めるとき、地球はこうするということなんでしょうか。まあシリウスを個人レベルでの功徳で言うとですね、傷ついた魂を霊的に改善してくれたりするんですよ。で、魂を修復してくれたり、ですね、だから自分自身がこう蘇るような感じでしょうかね、傷ついた自分を蘇らせたりとか回復させたりしてくれます。まあ再生、蘇りの働きがあります。そういう素晴らしい働きがシリウスにあります。今回はシリウスでした。シリウスに祈りを、星に祈りをです。